10番のリック・タラキチがゲートに収まって枠入り完了、スタートしました。好スタート、好ダッシュは6番チーキープリンセス、外から9番ゴールドレモンが並んでいきます。そして内から2番のパドドゥ、これが前に行きました。パドドゥが先手を取っていきます。ゴールドレモン2番手、10番のリック・タラキチが3番手の一線につけました。その内側に6番のチーキープリンセス、5番の隠し味もこのグループです。後方の一角に7番吉野ミカエル、さらに離れて1番活劇さくら、4番ミスノブタ、3番のフラッシュモブ、しんがり追走です。やや縦に長い展開となりました。前の5頭が固まって残り1000の標識を通過していきました。先頭に立ったのは2番のパドドゥ、リード4分の3馬身です。9番ゴールドレモンが2番手、少し差を詰めていきました。10番のリック・タラキチも差を詰めて今3番手、内を通る5番の隠し味、北海道から参戦、今4番手です。5番手に8番のリンカスイート、ここまでが1段、後方離れて7番吉野ミカエル、6番チーキープリンセス、大きく遅れて4番ミスノブタ、追い上げる3番フラッシュモブ上がっていきました。1番活劇さくらがしんがりに下がりました。前は3コーナーです。2番パドドゥ逃げている、並んできた9番ゴールドレモンと10番リック・タラキチ、3頭横一線です。400を切りました。4番手から前に接近は8番のリンカスイート、手をぐいぐい動かして前の3頭に並びかけてくる。この内側に5番の隠し味、これも差がありません。間をついてぐっと上がってきた。後方から7番吉野ミカエル、さらに3番のフラッシュモブも差を詰めて直線です。前は10番リック・タラキチ抜けたが隠し味が追ってくる。リック・タラキチ隠し味、そして大外フラッシュモブがぐん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 突っ込んでくる。真ん中から抜けたのは5番の隠し味、先頭ゴリ、2番手接戦。北海道から参戦隠し味、第37回プリンセス特別を見事に制しました。